今回は吉野リサーチ使ってみた第7弾、株式会社リーガルフォースの高階様にご参加いただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。弊社側からはシングリオと佐藤、坂田3人で参加させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速質問なんですけれども、高階様の自己紹介をお願いいたします。はい、株式会社リーガルフォースでマーケティング部の部長を務めております高階美希と申します。私はですね、リーガルフォースには2年半前ほどに当時1人目のマーケティング担当者として入社をいたしました。でその後結構会社の規模もかなりのスピードで拡大していったということもありまして、現在では30名いかないぐらいの規模のマーケティング部でマネージャーをしているという状況です。デザイナーとかあとアシスタントさんも含めての人数にはなるんですけれども、この1年かなで倍率くらいの大きさになりました。一応リーガルフォースのマーケティング部では、認知獲得のためのテレビ CM みたいな広告施策からセミナーとかでコツコツとリードを獲得していくというところまでやっておりまして、インサイドセールスにリードをパスをするミッションに日々活動をしております。御社のサービスについてもお伺いできますでしょうか。弊社リーガルフォースという、その名の通りリーガルなサービスを提供している会社になるんですが、現在2つのサービスを提供しております。1つが AI 契約審査プラットフォームのリーガルフォースと、社名と同じ名前のサービスになっていまして、締結する前の契約書のリスクを見落とさないため の, 機能が詰まったサービスになっております。目玉機能としましては、契約書のワードとか PDF のファイルをアップロードして、ボタンを押して数秒待っていただくだけで、この辺にリスクがあるよとか、この条項抜け漏れてますよというところを自動検出してくれる、そんな機能がついたサービスですね。今、導入実績が企業と法律事務所でご導入いただいて2000社を突破しているような状況です。もう一つのサービスが AI 契約管理システムのリーガルフォースキャビネットというものになりまして、でこちらは締結後の契約リスクをコントロールするというところで、締結後の契約書の管理に特化したサービスになっております。で締結をしてもハンコも押した紙の契約書をスキャンしてアップロードしていただくと、自動で文字を抽出して契約書の管理台帳を作って、くれたり、キーワードで検索がかけられたり、そろそろ更新期限ですよといったところを自動で通知してくれるような、そんなサービスになっております。で今回の吉野リサーチさんでやらせていただいた調査に関しては、このリーガルフォースキャビネの訴求方法を考えるにあたって、目の中でどういうふうに契約書が管理されているかというところを調査させていただきました。今回吉野リサーチを使ってみたいと思った理由について教えてください。はい、そうですね、一つは1万人ぐらいのパネルにかなり短期間で調査が実施できるっていう点に魅力を感じたのと、あともう一つは定性的な自由回答についてもアンケートで聞いて、そこを自動で集計をしてくれるというところで、一度どんな感じかなというのを試してみたいなと思い実施させていただきました。ちなみに今までもなんかそういったリサーチをやられた経験とか高階さんございましたか？そうですね、リサーチは2つぐらい目的があって日頃実施をしていまして、で1つは市場調査というところで、どういうところにニーズがあるのかだったり、どういった訴求をすることでお客さんに興味を持っていただけるのかというところを明らかにするための調査というのと、あともう1つは結構調査レポートをよくホワイトペーパー的に活用しているので、そのための調査というところで、よく調査をやってますね。じゃあ一旦どういった、リサーチをやったのかっていうところを、今回リサーチを担当したのが佐藤になるんですけれども、佐藤からちょっと解説をさせていただきたいと思います。はい、ピックアップしてかいつまんでもお話しさせていただくんですけれども、今回ですね、契約書に関するアンケートということで、Q3 の過去に締結した契約書を探すときはどのように探しますかという質問について、私の方からご説明したいと思います。でこちらですね、自由記述形式で、この質問に関して自由に書いていただいたものを吉野で分析して、でその分析した結果をですね、今回ですと7つに分類して、それを表にまとめたものがこちらでございます。で最も多いものがですね、共有フォルダで検索する2357件、ファイルを探す、デスクの引き出しを探すというふうに続くような結果になっております。
で、こちらですね、ロシアの分析結果のですね、上段と下段、まあ、よくあるワードや注目ワードを見ていくと、それぞれのカテゴリーのですね、どういった内容なのかというのがよくわかると思います。で、こちら全体的な、まあ、お話になるんですが、共有フォルダで検索するということ以外にですね、上位のカテゴリー、ファイルを探す、デスクの引き出しを探す、担当部署に問い合わせるというのは、まあ、全てアナログな方法でまとまっているような書簡を受けております。で、さらに5位から6位、7位が探さない、いや書類の保管場所を探す、棚職工キャビネットを探すというように続くんですが、全体的にですね、1位は目の前のパソコン、2位から4位が自分のデスクの周辺で、6位から7位は保管場所になる、で、下位になるに従って捜索の範囲が拡大しているような傾向にあることが分かりました。でもさらにですね、このそれぞれのよくあるワード、注目ワードを見ていくと、その書類の保管場所を探すというざっくりしたワード、まあ、例えばケースとかいうワードがあるので、やはりこれもあのアナログな方法なのかなというふうなのが分かったり、そういった細かいところまで見ていくと結構面白い結果というような、はい、以上です。高島さん、この辺なんかご感想いかがですか？そうですね、今回この設問を入れさせていただいたのが、弊社で提供している締結済みの契約書の管理をするリーガルフォースキャビネという製品を売っていくにあたって、そもそもユーザーとなり得るような皆さんが今どういうふうに契約書を探しているのかなっていう実態を聞きたくて、やらせていただいたんですね。で、まあ、なんか結構アナログな会社さんは多いだろうなという仮説はありつつも、結構やっぱ2位のファイルを探すもこれアナログの方ですもんね。やっぱまだデジタル化っていうことが進んでいない状況で、もう弊社のツールサービス活用可能性というのもまだまだかなりあるのかなっていうのを感じた結果でした。実際に吉成リサーチをまあご活用いただいて、率直なご意見だったりだとかご感想などあればぜひお伺いできればと思ったんですが、いかがですかね？はい、そうですね、やっぱりまずはパネルの数がすごいなと思って、この1万件っていうサイトでレポートじゃなくてローデータだけだとかなり早いタイミングでいただけたので、このスピード感はすごいなというのを思いました。あとは今映していただいた調査結果ですけれども、こちらで選択肢を用意せずに回答いただいた方の自由記述でいうふうに分類化されたと思うんですけれども、やっぱこちらで質問選択肢を用意してしまうと、固定観念で選択肢を狭めてしまったりすることもありますので、間口を閉じず実際のユーザーの方の行動を聞くっていう上でとてもいい調査方法だなというふうに思いました。次はなんかどういったこうリサーチをしてみようかなとかっていうお考えもございますか？そうですね、まだ具体的なイメージはないんですけれども、やっぱサンプル数を多く集められるっていうところが大きな魅力だと思いますので、なんか特定のターゲットに絞ってというよりかは、世の中で契約ってどういうふうに思われてるのかなとか、なんかそういうより広い対象に聞いた方がいいような調査の時にはまた活用させていただければなというふうに思っております。以上でユセナリサーチ使ってみた第7弾を終了させていただきます。本日は株式会社リーガルフォース高島様にご参加いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。